はい、皆さんこんにちは。先日お話ししていた iPad や第4世代用のケースとされるものがですね、 Amazon で売っていたのを買っていました。これがね届いたんで、今日はねこれをチェックしていきたいと思いますが、まあ、これ購入したのはねこんな感じで、まあ、iPad Air 4ケース2020って書いてるんですけども、でこのパッケージの方にはね iPad 10.8 としか書いていませんけども、で今日は発表直前と言われている iPad Air について分かることがここからあるかどうかチェックしてみたいと思っています。はい、ということでこちら iPad 10.8 ケースと書いていますけども、で、まあ、こちらね開けていきたいと思います。まあ、こういうのはねもうあのフライング入手の場合はたまにね合わないやつとかあったりするので、まあこれも後から修正版送ってきたりする可能性もありますけど、まあ今日はねこっから分かることをちょっとね見ていきたいと思います。で早速ですが2018年の iPad Pro 11インチにつけてみたいと思います。でまあこれねパッと見サイズはね近い感じなんで、おそらくはまるんじゃないかな。あ、これねパチパチっとねはまりましたね。だからこれボディサイズはね全く一緒ってことがわかると思います。でカメラについてもこのまあ一つ目っていうのと、まあ、この大きさがまあこの穴に入る範囲内ってことで、まあなんかフラッシュなしという噂もありますけども、まあ、この部分の開口についてはまあこの2018年モデルにぴったり合うような形にはなっていますね。でまあ、表側見てもこの時点では違和感特にないですけどね、どうなんでしょうか。でこれ裏側こっちもまあさっきねカメラは見ましたが全体的には違和感がない感じで、各開口部を見るとねあれっていう点がありました。これ見てください、スピーカーの穴がね穴の位置が微妙に違うんですね。なのでケースが正しいとすれば次の iPad Air はプロとはスピーカーの穴の位置がちょっと違う可能性があるということで、まあここからね USB-C かどうかは汲み取れないという感じですが、穴のズレは表から見てもしっかり分かっています。でサイドの方はまあここはペンシルのためにバカッと開いてますからね、何か拾える情報っていうのはないんですけども、でこっち側のね電源ボタンのところでおっと思ったのが、ここがね結構開口でかくなっていて位置もひょっとしたら違うのかもしれません。これがまあ例のねタッチ ID が組み込まれる関係で大きくなるのかもしれません。でこれはちょっとね朗報ですが、まあ、このケースが正しいとすればスピーカーは4スピーカーになるっていうことで、でまあこっちについてはねマイクの位置がなんか1個だけになってるんですね。でまあ、そんなんでこれ写真に撮るとこのようにズレがあるということで、まあいずれにしてもねスピーカーは4つありそうですね。でこの電源が大きくなってそうなのがタッチ ID の痕跡かもしれません。でこれ下側も穴がずれているというところで、まあ、ちょっとね、iPad Pro とは違う点がありそうな感じがいたします。ということで iPad Pro 2018年モデルとは、まあ、ボディサイズは大枠としては同じみたいなね感じが感触としてはあります。でカメラも、まあ、このあたり位置関係はあんまり変わらないのかもしれません、まあ、ただね、違いとしてはやはりこのスピーカーと、この電源ボタンですよね、このあたりが違いがあるので、まあ、そこに、何かね理由があるのかなというね感じの感触ですね。で外した時の感触でいうと、まあ、これがね極端に硬かったり緩かったりしないので、まあ、このサイズはまあ近いものと思っていいんじゃないでしょうかね、まあ、そんなんで一つね確認できたことがありました。で、まあ、あんまり意味ないですが2020年モデルの iPad Pro にもつけてみました。まあ、これねカメラの形がもう基本的に違いますからね、まあ、これ使えるわけはないんですがはめることはねできましたね。でまあこれまあ予想通りねこんな感じの見え方になってきますけども、であとは開口部については、まあ、さっきと同じですね2018年モデルと穴の位置一緒ですから、まあ、これズレがあるということ でまあこれも同じですが電源ボタンはねちょっと大きくなる可能性を感じる、まあ、こちらのケースのサイズ設定でございました。であとはねこれスリープ解除もこれはね対応してるんでマグネットの位置とかは変わんないのかなと推測できます。でただね画面サイズについては、まあ、実際11インチから 10.8 インチに、まあ、サイズダウンするんでしょうけど、まあそれが本当なのかねちょっとこのケースから分かんないですよね。
で、フェイス ID がないってことであればね、まあ、そこにフェイス ID のカメラはいらないんで、まあ、自撮りカメラだけで、まあ、その幅が広くなる理由にはなんないってことでね、ちょっとね、わかんないところですね。はい、それでこの前の iPad のまとめ動画の後に、新しいニュースが、ね、出ていました。 95Mac 9月13日の記事ですが、まあ、こちらラブトゥドリームさんという、まあ、的中も実績のあるリーカーの方の不可解なツイートを元にしていますが、まあ、これによると、95Mac は569ドルから599ドルの、まあ、iPad Air 第4世代の話ではないかというね、推測をしているわけですね。これちょっと高くなるという、ね、ことなんですが、で、まあ、そんなのも内容を加味して改めて iPad の新型についてまとめますと、まあ、これ現時点ではまあ全て確定という事項はないんですが、まあ、唯一言えるのは、まあ、確実なのは、ね、ユーラシア経済委員会に新機種が2つ登録されているってことかと思います。で、まあ、答え合わせはもうね、日付の変わった午前2時から発表会あるんでね、そこで発表されればすぐ分かっちゃうんですが、噂から言うと、まあ、iPad Pro に、そしてホームボタンなしの USB-C 全画面で、サイドは平面的なエッジですね。で、Face ID なしのサイドボタン、タッチ ID。で、発売は、まあ、日本時間だと9月16日にオンラインで開始するんじゃないかと言われています。で、まあ、その他ね、チップについては不明で、価格帯がね、さっきちょっと予測が出たりしていますが、で、今回ケースから分かることは、iPad Pro と同じボディサイズ形状で4スピーカーじゃないかってことが推測できます。で、まあ、スピーカー位置はちょっと違って、電源ボタンも位置が違う。そして大きくなるのかななんてこと で、まあ、カメラについては2018年モデルと同じような感じで、あとはね、 iPad の第8世代については、まあ、チップが変更とあるとしても画面がちょっと大きくなるぐらいかななんていう噂が出ております。で、まあ、日本での価格を、まあ、買って予測してみましたが、まあ、これ当たるか分かんないですよ。で、まあ、ラブトゥドリームさんの569ドルから599ドルっていうのを加味して、例えばストレージ 128GB という噂が出ていますが、64があるとすると、まあ、下の569ドルから106円換算でね、やるとまあ5万9800円か、セルラーモデルで7万4800円って感じかなってとこで、あとはまあ 128GB のを、まあ、その599ドルというのから計算すると6万3800円で、セルラーモデルが7万8800円ぐらいなのかなというね、感じはいたしますけども、まあ、ちょっとね、128よりも上のストレージについてはちょっと正直、予測がしづらいですけども、まあ、仮に、256GB があるとした場合には、まあ、これ据え置きにプラス5000円をねしておきました。まあ、5000円っていうのはその64GB の569ドルを元にね計算してみましたけども、で、あとはね、こちら512があるとしたら、iPad Pro のストレージの金額差を元にね出してみたってところで、うん、まあね、 128GB で仮に値段が、まあ、6万3800円だと、まあまあといったところになってくるのかなというところです。答え合わせは日付が変わった午前2時という感じになるでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。